生寄り添っていかないといけない課題なのかなってちょっと個人的には思っていて、まあ、正直に言うとこう全て解決できるわけではないと思ってるんですよ。まあ、だからこそ、まあ、これからずっと考えて、まあ、少しでもそういった解決というかに向けていかないといけないっていうことはあると思います。はい、そうですね、今回私たちは浜松チョコプロジェクトとしてフェアトレードと地産地消をメインに活動を行ってきたんですけれども、その中でその最初は SDGs っていうふうに意識せずにフェアトレードというところから入ったんですけれども、材料を調達したりとか私たちの活動を知ってもらう広報活動などを通して浜松の方との交流する機会っていうのが増えていきまして、浜松の魅力に私たち自身も気づくことができた、そういう貴重な機会が生まれたことが一番良かったことかなと思ってます。で、私たちのフェアトレードの活動を通してフェアトレードというものを知らなかった浜松の市民の方に知っていただけるのはもちろんのことですけども、市民の方から何か応援の言葉をいただいたりとか、その相互のコミュニケーションが取れたことがすごく嬉しかったです。